はい、こんにちは、稲葉です。この前12月3日に東京でマイクロソフトの教育イベントが開催されました。で、そのテーマはこちらです。 AI ですね。 AI をこれが教育にどう活用していくかというのがテーマでして、その中で私も短時間ですけども聴覚障害の立場から問題提起させていただきます。で、それを報告したいと思います。で、この動画のスライドはすべて英語に変えてます。で、私の言葉は日本語なんですけども、私の言葉は YouTube の自動翻訳で英語に変えてご覧ください。はい、よろしくお願いします。これ、私の簡単なプロフィールですけども、まあ、私のメインの立場は、聴覚支援学校の教員です。はい。まず、マイクロソフトデザイナーありますね。素晴らしいツールです。あれで 3G アバターが作成できるようになりました。ちょっと作ってみました。はい。こうなってますね。で、これ、ここまで作るには、ちょっと細かいプロンプトを書く必要がありますね。プロンプト、テキストで打つ必要があります。で、いくつか見てください。まあ、少しは似ていますか。はい。これが私のお気に入りです。しかし、ここまで出すには、かなり詳細なプロンプトが必要でした。やはり、細かく伝わるように打たないと難しいんですね。これがもう今回の私の問題提起の内容になってます。やっぱり、聴覚障害者がこのようなプロンプトを正確に入力することは可能なのか、やはり差ができるのではないかと思ってます。で、はい、こちら。はい、AI は障害者の人生をサポートするか、または過去さを拡大していくか、こういうような動画を出してみました。では、ここですね。はい、このタイトルで始めます。まず私が問題提起したのは4点です。一つはどんな課題があるのか。で、いろんな方からの情報、意見。で、3つ目は私がやってみたこと。で、これからの A、B、C というふうに報告してます。はい、では一つ目。これですね。まずは、この前の夏に、聴覚支援学校の教師が集まった研究会がありまして、その時に私が提起してます。聴覚支援学校で取り組む ICT とはどんなものがあるかという内容です。少し簡単に出していきますので、ご覧ください。はい。これですね。パワーポイントでビジュアルな教材を作るです。2番目。こちらですね。パワーポイントで一人一人に合ったアプリ的な教材を作るです。はい、3番目。こちらですね。コロナをきっかけといって、ビデオ会議システムが広がりましたね。で、残念ながら今その活用は止まっています。しかし、そのビデオ会議システムを聴覚障害を持った生徒たちが、これからいろんな人たちと出会って関係を作るために活用しようという内容です。で、こちらですね。アクセシビリティです。やはりまだまだ障害者の立場が使いにくいっていうのがいろいろありますね。デジタルツールです。で、それをもっと使いやすいように変えていこうという提起でした。
で、こちらですね、これだから社会を生きていくためにデジタルツールを活用していく力を育てよう。デジタルシチズンシップです。で、はい。最後が、こちらですね。生成系 AI を教育においてどう活用していくか。このテーマで、聴覚支援学校の先生たちに問題提起を言ってます。はい。で、マイクロソフト系というと、いろいろありますね。他にもいろいろあります。素晴らしいツールが多いんですけども、これをですね、はい、使い、活用していくためには、言語的な力が必要です。で、二つ目は、はい、コミュニケーションのスキルも必要です。やはり、言ってきたこと、パッと捉えて、また返すような力ですね。で、これは問題解決能力も必要になると思います。で、AI の活用においては、これらの3つの力は必ず必要だろうと思っています。そこでですね、聴覚障害者の中には、言語能力が不十分な方も多くいます。で、そういう方は、AI をきちんと使っていくことができるのか心配してます。聞こえる方との差が広がるのではないか、またはですね、聞こえない人たち同士の差も広がるのではないか、そういう危惧を私は持っています。で、2番目ですね。ということで、まだまだ手探りの状態なんですけども、いろんな方から意見を聞きました。特に海外の先生方からいろんな意見をいただきました。それを紹介したいと思います。主に Facebook グループを活用してますけども、一つは ChatGPT4Teachers。この公開グループの先生方からたくさんの意見をいただいてます。で、もう一つは、プライベートグループですけども、マイクロソフト認定の先生方のグローバルのグループ。そこからもう意見をいただきました。で、ここでは全ての意見を消化するのは残念ながらできませんので、4点だけ簡単なに出してみます。はい。こちらね。いただいた意見で主なものです。これですね。確かに聴覚能力が言語能力と関わって AI の活用の壁となる可能性はあるだろうという意見がありました。はい。これですね。やはり、違ったユーザーとの間の差は広がるのではないかという意見もあります。はい、こちらですね。障害を持った人たちからの問題提起をきちんと受け止めて考えていく必要があるというような感じの意味です。AI はやはり障害者を支援するために実装されるべきであるという意見もいただいてます。はい。で、三つ目ですけども、私がやってみたこと。例えば、きちんといったテキストが打てないのであれば、もう単語レベルでやっていこうかと。例えば、マイクロソフトホワイトボードというツールがあります。その中にトピックブレインストーミングという機能がありまして、トピックごとに何かキーワードとなる言葉を入れていくというようなものです。これを使ってみました。これを抜き出してチャット GPT に入れてみるというようなことです。ちょっと日本語になってますけど、ご覧ください。はい。これですね。
ホワイトボードのブレインストーミングか、いろいろ出てきた生徒たちの意見を入れてきます。テーマは食品ロスの問題です。今、世界的に食品ロスの問題が問題になっていますね。これを画像にエクスポートしました。これをチャット GPT に入れてみて、まあ、ここでは画像を作成してくださいというような感じでやってます。食品ロスの内容ではなくて、ブレインストーミングそのものの画像になってますね。だからこれは違うよと指示する必要があります。まあ、このぐらいですね。はい。で、もう一つ、海外の先生方の意見で多かったのが、マジックスフールというツールを使ってみたらどうかという提案がありました。その中に、ちょっと言語能力の差がある生徒たちに対して、こういうツールもありますよというものです。まだ使ってないんですけど、今後試してみたいと思ってます。はい。最後の、これからの ABC になりますけど、これですね、はい。一つは、アセスメントです。いろいろ評価して分析していく必要はもちろんあります。次に B ですね。はい。ブリッジング。やはり、聴覚支援学校以外の学校ともいろいろ情報交換をして繋がっていく必要があるかなと思ってます。はい。C はもちろん、はい。コラボレーションです。いろんな方とつながってコラボーションって考えていく。この ABC を大切にして頑張っていきたいと思ってます。はい。ということで、今度12月16日にマイクロソフトエデュケーターローカルコミュニティメルシー大阪を立ち上げます。で、大阪の先生方が集まって、この問題について、来年いろいろ考えていきたいと思っております。はい。以上が私のこの前12月3日の教育イベントでの問題提起でした。はい。では、人生を生き生き生きていくための支援。で、AI はそのためにどのように活用していくか、これからの私の考えでいきたい課題であります。はい。ちょっとうまく話せませんでしたけども、これで終わります。ありがとうございました。はい。以上です。これがきちんと伝わったかどうかいうのはちょっと不安なんですけども、その辺はまたいろいろ出会いを楽しんでいろいろ考えていきたいと思います。聴覚障害者の人生、他の障害者もですね、人生を支援していくための AI、デジタルツールのあり方、それについて皆様と一緒に考えていけたら嬉しいです。ぜひコラボレーションをよろしくお願いします。はい、ではこれで終わります。はい、ではまた。